よかった100点で。でもこのテストは時間内に解くので精一杯だったのよね。朝の勉強時間を少し増やそうかしら。マキ、もう部室に来てたの？エリ、ちょっぴり浮かない顔ね。何か悩み事でもあるの？別に。今回のテストは見直しの時間が足りなかったから、もっと頑張らなくちゃと思っただけよ。そうなの？成績優秀なマキにもそんな悩みがあるのね。あら？なんだ、成績が悪かったのかと思ったらいつも通りの100点じゃない。見ないでよ。テストが満点だなんて当たり前のことでしょ。そんなことないわよ。満点を取るってことはよく理解している証だわ。まあエリにそう言われて悪い気はしないけど。勉強なら誰にも負けないもの。これからもずっとこの成績はキープしてみせるわ。スクールアイドルをやってるせいで成績が悪くなったなんて絶対に言わせないんだから。よかった。どういうこと？いつものマキに戻ったと思って。マキのその勝ち気な顔が大好きよ。な、もうからかわないでよ。ほら、部活始めるわよ。はいはい、これからも頑張っていきましょうね。